皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はホピの長老ホワイトイーグルとイエスからの、それぞれ短いメッセージをまとめてご紹介します。ホワイトイーグルからのメッセージ。人類が生きているこの瞬間は、扉とも、穴とも捉えられるでしょう。穴に落ちるか、扉を通るかは、あなたの決断次第です。24時間一日中、ネガティブなエネルギーで情報を吸い尽くし、常に不安で、悲観的になっていると、この穴に落ちてしまいます。しかし自分を見つめ直し、生と死を見つめ直し、自分と他人を大切にする機会を持てば、その扉を通り抜けることができます。自分の家を手入れし、自分の体に注意を払ってください。あなたの精神的な故郷とつながりましょう。自分を大切にすることは、同時に他の人を大切にすることでもあります。今起きている危機の精神的な次元を過小評価しないでください。広い視野で上から全てを見るわしの視点を取り入れてください。この危機には社会的な要求がありますが、同時に精神的な要求もあります。この二つは手を取り合っています。社会的な側面がなければ、私たちは狂信的になります。精神的な側面がなければ、私たちは悲観と無益に陥ります。あなたはこの危機を乗り越えるための準備ができています。工具箱を取り出して、自由に使えるすべての道具を使いましょう。インディアンやアフリカの人々の例に倣って抵抗することを学んでください。私たちは絶滅させられてきましたし、それは今も続いています。しかし私たちは歌い、踊り、火を灯し、喜びを感じることを決してやめませんでした。この困難な時代にあって幸運を感じることに罪悪感を感じる必要はありません。悲しくて元気がないことは何の役にも立ちません。回復力とは、喜びによって弾むことです。あなたには強く前向きになる権利があります。美しく、元気で、明るい姿勢を維持しなければなりません。これは疎外感、世界に対する無知、とは何の関係もありません。これは抵抗の戦略なのです。私たちは恐怖や困難と向き合ったので、扉の中に入った時、世界に対して新しい見方をしているでしょう。これが今あなたにできることです。嵐の中で平穏を保つこと、心を落ち着けて、毎日瞑想すること、毎日聖なるものに出会うことを習慣にすること、芸術、喜び、信頼、愛を通して回復力を証明してください。イエスからのメッセージ。私とサウルがいつもお伝えしてきたように、そこにあるのはただ一つです。その言葉を皆さんの心に深く刻み、落とし込んでください。なぜならそれが真実だからです。毎日少なくとも一回、できれば何度もこのことを思い出す必要があります。あなたは創造主と、愛と、そして感覚を持つすべての命と一体なのです。切り離されることはなく、その可能性もありません。ですからすべての人を、特にあなた自身を、愛を持ってのみ扱うと決意して、そうし続けるのです。敵はいません。愛は常に無条件に感覚を持つすべての命を愛し受け入れています。なぜならすべての生命は等しく一体であり、それは今までそうであったように、これからもそうあり続けます。長い間、人間として自分を十分ではない、価値がない、恥ずかしい、どうしようもなく受け入れられない、などと強く否定的に判断しすぎると、多くの人が癌を発症します。それが起こり得ることを防ぐために、自分や他のすべての存在が犯したいかなる過ち、間違い、非道徳的行動、悪行のすべてを許すことを心がけてください。そして、ありのままの自分を心から愛し、受け入れることを固く心に決めてください。神はそうしているのだから、
彼に逆らう必要はありません。そして自分の体にできた癌や、癌になりそうな兆しや気配があれば、それを解消させてください。癌は人が自分自身を完全に受け入れていない証拠です。これは、彼らがゲームや夢のような形で表現される人生から自分が切り離されているような感覚を信じ込み、それに強く共感していることを示しています。しかし人は皆、神から完璧で完全なる自己愛と自己受容を与えられた状態で転生することを選びました。自分は愛を受けるに値しないというような、もはや自分のためにならない思考や信念を変える力をあなたは持っており、それはまたあなたの選択なのです。そしてもちろん、癌を患っている人を愛に満ちた自己受容に導くために、あなたの癌は、あなたが自分は価値がなく、無能で、恥ずかしいと思っていることが原因です、とは決して言わないでください。それはおそらく完全にあなたの自覚意識レベルを下回って、自分のスピリチュアルな優位性を示そうとしているあなたの身勝手な試みです。誰かがより優れているということは決してありません。なぜならあなた方は皆無限に愛されていて、創造主が自身に似せて完全に創造した存在だからです。すべてが完璧です。確かにあなたの夢や幻想の中ではそうではないように見えるかもしれませんが、その夢や幻想の中に本物はありません。人間として生きる人は皆、彼らの精神的進化を手助けすることを学びたいと気づいた偉大な英知と共に、自分にとっての教訓を学ぶため、転生することを選びました。そして全ての人間は精神的進化の道を歩んでいます。これはずっと昔に夢、幻想が構築された時から起こっていることであり、集合的な進化の過程であるこの瞬間に人間の形をしている全ての人々もまた、集合的な目覚めのプロセスを促進するためにここにいるのです。そのためには、分離という幻想的な状態が身につけさせた個々の仮面や偽装を捨て、自分自身であることで愛のある奉仕を行い、他者との関わりの中で、優しく謙虚に愛を行動で示すことが必要です。大多数の人は自分の中の神聖にさえ全く気づいていないように見えるかもしれません。実際にはほとんど全ての人が自分の人生に不満を持っている状態で、なぜ自分には本当の意味が何もないように思えるのかを理解しようとし、そうありたくないと望んでいます。これは自分に欠けている何かがあるはずだ。きっと人生には意味があるはずだ。基本的な身体的生存以外に人生の目的があるはずだ。と気づくための第一歩です。この違和感が希望と指針を与えてくれる人々、つまりこの記事やその他の美しいチャネリングメッセージを読んでいる皆さんのような、自分自身と平和に過ごしている人々、そして彼らが内なる平和を見つける一歩を、踏み出す手助けをしてくれる人々を探し出すように導いているのです。内なる平和を誰もが得ることができますが、人はまず最初に、ほとんど絶え間なく押し寄せる恐怖に満ちたエゴが、こうなったらどうしよう、と彼らの気を散らせ、心配事が心を満たす不安な思考を鎮めて、落ち着かせる必要があります。そのためには、少なくとも一日一回、自分の中の平和と愛が常に存在する神聖な内なる聖域に行くことです。そうすることで達成できます。あなたは何もする必要はありません。ただ自分自身にリラックスして、自分の人生という奇跡、人生は永遠であるということに気づくことを許すのです。そして私たちがそう作られたように、ご存知の通り、自分は永遠に創造主と一体であることの喜びを知ってください。あるのは物質的、物理的な現実のみで、その中で自分は一時的で切り離された存在であり、それは結局は人間の死によって永遠に終わるのだという思いに支配されそうになったら、そのような全く根拠のない考えや思想を消し去るために、
私に直接呼びかけてください。私はいつでもあなたのそばにいて、すぐにあなたの助けに駆けつけます。あなたに無限の愛を提供し、もしあなたがそれを許可するなら、私の愛があなたを満たすことを感じるでしょう。私はそうするためにいつもあなた方と一緒にいるのであり、私はそれが非常に得意なのです。だから私を呼ぶことをためらわないでください。あなたがそうすると私はとても嬉しいのです。私は皆さんを無条件に愛しています。そのことを決して忘れないでください。いつでも私に呼びかけてください。私はいつもそばにいて、いつでもすぐに返事をします。愛に満ちたあなたの兄弟、イエス・キリスト。いかがでしょうか。今回は実在の人物とイエスのチャネリングという異色のコンビでしたが、何かヒントを得てくれたら幸いです。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。